皆さんこんにちは。ウカレスネームアメリカ合衆国ニューヨークに来ております。こちらタイムズスクエアから歩いて10分ぐらいのところです。今の時刻午後11時ということで、もうかなり夜遅い時間帯なんですよね。今ちょうどねアラジン見てきました。ニューヨークといえばブロードウェイの本場ですから、ミュージカルがねたくさん見れるんですけども、そのうちの一つですね。本当はライオンキング見たかったんですけども、さすがに当日チケット買えませんでした。今日土曜日なんで、まあ、たまたまアラジンはね残り空席が少しあって、それをね抑えたって感じです。137ドルで見れるんですけども、まあ値段はねちょっと高めですけども、でも十分その価値はあります。今回2階席からでしたけども、非常に面白かったですね。はい、こんな感じでアラジン見てきたんですけども、今回この動画はアメリカからカナダへアムトラックで移動するっていう動画です。明日の朝ですね、ニューヨークペンステーション7時15分発のアムトラックメープルリーフ号トロント行き、まあ、こちらカナダ最大の、都市トロントになるんですけども、この列車に乗りましてナイアガラの滝があるナイアガラホールズに向かいます。アムトラックといえばね、まあ、誰でも一度は聞いたことあるんじゃないかなと思いますけども、アメリカの大陸鉄道になります。でアムトラックって基本的にアメリカ国内で完結する列車が多くてですね、その国を越えて移動する列車っていうのは割と少なめです。で今回利用するこのニューヨークからトロントまでの、カナダへの、ね、国際列車っていうのは1日1本だけ運転されています。それが今回乗車する第63列車メープルリーフ号です。これに乗りましてカナダの国境、アメリカとカナダの国境を越えてカナダ側のナイアガラホールズに今回向かいます。ナイアガラホールズっていうのはアメリカ側にもカナダ側にもありまして、そのナイアガラホールズ駅間同士はねもう2キロぐらいしか離れてなく、めちゃくちゃ近いんですけども、今回はカナダに入国したナイアガラホールズで下車いたします。はい、というわけで明日の朝早くてね、あの朝動画撮る時間があるかわかんないので今日のうちに撮っております。というわけで朝ですね、7時15分発ニューヨークペンステーションからの動画です。よろしくお願いします。というわけでおはようございます。朝6時40分頃のペンシルバニアステーションでございます。はい、こちらがペンステーションということで、アムトラックの発着駅かなり立派です。今回はこちらからカナダに向かいます。アムトラックのホールに関してはこのアムトラックって書いてる方から、ね、入ります。なんか若干 NJ トランジットとかとはホールの入り方、入り口が違うので、まあ、ご注意ください。まあ、中でね繋がってるんですけども、まあ、めんどくさいですからね、階段の移動とか。こっちの立派そうな建物がアムトラックの入り口になります。というわけで中まで入ってきました。こちらがアムトラックです。いや、めちゃくちゃかっこよくないですか。ペンステーションかなり好きな駅の一つ。今回ね公式サイトで切符買っています。で片道78ドルでしたね。アムトラック座席が埋まっていくとね、どんどん料金上がっていく感じのスタイルなんで、まあ、早め早めに買うのがいいです。で列車が入線してからホームに入ることができるので、まあ、電光掲示板とかでねホームを確認してからホームの数字のトラックの前で待っておきます。アムトラック出てますけども、今回乗るのは上から3つ目7時15分発第63列車メープルリーフ号トロント行きです。オンタイム定刻通りの運行、またボーディングは開始していないということでトラックナンバーもわからないんですよね。なのでしばらくはこの子で待機という感じになります。まあ、こんな感じいろんな方面に運行されてますが、そんなにね本数が多いわけでもありません。あんな感じでボーディング開始するとね、改札っていうかホームに降りるところのエスカレーターが大行列するんですよね。あちらで切符の確認っていうのをまず行います。アムトラックの公式サイトに関してはね、本当誰でも簡単に切符買えると思うので、それで買うことをお勧めします。メールで電子メールが行ってね切符が送られてくるので、それを持ってくるって感じですね。まあ、今回ねビジネスクラス車両を取りたかったんですけども、残念ながら直前すぎてもう売り切れていました。なので普通車で行くことになります。でおそらくカフェ車両もついているので、まあ、車内で飲み物とか食べ物を一応購入できます。で今回ナイアガラホールズまで、ナイアガラホールズ到着が確か17時前とかなんで、どれぐらい乗るのかな、10時間ぐらい乗るんですよね。結構乗車時間としては長めです。トロントまで行くとなるとねもっと遠いです。まあ、今回はね5番線からの出発となります。で普通車に関しては確か自由席なんで、まあ、早めに並んでる人がねいい席取れていきますよね。というわけでホームに降りていきます。いや、なんかね電子チケット E チケットだったらダメって言われて、そのチケットセンター行って紙のやつ印刷してきてくれって言われてしてきたんですよね。いや、なんか結局だいぶ列後ろの方になりました。うわ、マジか。前でアムトラック乗った時電子チケットできたんですけど、よくわかんないですねこの辺。なので、まあ、アムトラック公式サイトで予約した際も一応チケットセンターによるのをおすすめしておきます。これで乗れるかどうかっていうのをね事前に聞いておいた方がいいです。はい、というわけでもうすでに列車は入線してるし、もうかなり後ろの方なんで、もしかしたら窓側取れないかもしれないですね。ちょっと長時間窓なしは辛いな。はい、こんな感じで機関車です。これは NJ トランジットなんでアムトラックではありません。ニュージャージー州の列車ですね。でアムトラックは
あちらに止まっている列車、機関車牽引です。そんなに両数は長くありません。今回は普通車なんで工事車両に乗ります。いや普通にもうね発車してました。結局窓は取れずですわ。もうなんか本当こういうとこ不親切よね、まあ、自分が調べてなかったっても悪いんだけど。はい、ということでもう事前に調べといたらね窓が取れたのに残念です。でもう仕方ないですね、通路側で相席で行くことになります。今回は高知車両ということで2プラス2のシート配置になっています。今ちょっと車内暗いですけども、これトンネル走行してるからです。ペンステーション出るとね、しばらくずっとトンネルの中を走行しています。でこれねペンステーションで購入したブルーボトルコーヒーですね。これ確か日本でも売ってますよね普通に。でフットレストっていうのも備えてるし、レッグレストもねついてました。なかなか普通車にしてはかなり豪華だと思います。シートピッチもかなり広いですからね、もう正直これだったら長時間乗車でも全然余裕です。ただコンセントがね窓側に2つついてるんですよ。なのでちょっと通路側の人は使いにくいって感じ。あの E257 系の普通車とかと同じような感じです。なのでまあ隣の人にね一声かけて使わせてもらうとかね、そんな感じになります。アメリカの列車って全体的にそうなんですけども、なんかあんまデザインとかはねこだわってないような感じがするんですよね。で車内入ってもなんか本当にメカ、もうザ機械に乗ってるって感じがもうプンプンします。でしばらく列車はハドソン川とともに並行しながら走るんですけども、まあ、なかなかスピード出して走ります。今のニューヨークヤンキースのところなのかな、なんか入ってたような気がしますけども、ちょっとスピードが落ちてきましたね。さっきまで割と高速で走ってたんですけどもね。線路もかなり幅が広いので乗り心地もめちゃくちゃいいですよ。車内の治安はね、今までアムトラック僕2回乗ったことあるんですけども、まあ、今回3回目なんですよね。かなりいいですよ。あの車掌さんとかも頻繁に巡回してるし、何人か乗ってるので、そんなにあの地下鉄みたいな感じで治安が崩壊してるってことはまずないです。奥に見えるのがハドソン川、まあ、ハドソン川の奇跡で有名ですけども、ニューヨークを代表する川ですね。あ、駅に到着するみたいです。隣の方はニューヨーク州、まあ、そんなに、ね、遠くまで乗らないみたいです。4時間ぐらいで降りるって、ね、さっき言ってましたね。ちょっと喋ったんですけども。というわけでどっかの駅に到着です。一番後ろだけ進行方向と逆向きにシートがセットされてるんですけども、ここはね車椅子利用されてる方向けの座席だそうです。なので一般客は使えないようになっています。ニューヨークを出発して大体2時間経ちました。列車はハドソン駅に到着。もうこの駅までねずっとハドソン川と並行して走ってきてたんですよね。なのでもうハドソン川の景色飽きるほど見れるんで、進行方向左側に座るとね、ハドソン川大好きって方は進行方向左側に座ってください。ハドソンで結構な方下車されましたね。ハドソン駅を出発。
ちなみにトロントとニューヨークは時差ありません。同じ時間なんで、終点トロント到着がね、午後8時前とかなんで、だいたい12時間以上かけてニューヨークからトロントまで向かいます。窓側の方がトイレに行ったんで、ちょっとね、窓側失礼してるんですけども、こんな感じの景色がもう一生続いてます。まあ、正直ね、景色は単調ですね。北海道の中を走ってるのと雰囲気はよく似てます。アムトラックの駅が近づくと、まあ、ちょっと街がね、大きくなってくる。まあ、そんな感じですね。でも、この広大なアメリカの大陸を走ってるっていうのは感じることができます。10時20分過ぎたんで食堂車にやってきました。ここから先進むとビジネスクラスシート、ビジネスクラスはね3列シートになっています。でこちら食堂車のメニューになります。クレジットカードも使えるし現金も使えます。まあ、結構種類豊富ですよね。朝食だったり昼食、夕食メニューまで一気に載ってます。で今回この時間帯は昼食メニューが用意されてるって感じになります。あちらが食堂車の、まあ食べる部分ですね。自分の座席で食べても OK なんですけども、ここで食べても OK です。注文してきました。今回なんですけども、アンガスビーフチーズバーガーとコーラですね。これで11ドル弱なんで、だいたい1200、300円です。まあ、結構料金はするんですけども、まあ、車内料金ということもね、まあ、踏まえるとよしとしましょう。めっちゃ美味しそうだよこのハンバーガー。アメリカンって感じでかなりねボリューミーですね。で、まあ、こんな感じで流れる景色を見ながらいただくことができるので最高です。まあ、天気ね晴れてればよかったんですけども、ちょっと残念ながら曇ってますね。まあまあそんなことはいいです。ちょっとここでいただこうと思います。ニューヨークペンステーション出発して4時間半ぐらい経ちました。列車はニューヨーク州ですよね。まだとある駅に到着したんですけども、この駅で窓側に座ってた方下車されるということで、まあ、最後ねちょっと挨拶した後降りて行かれます。で窓側が開いたんでね、窓側の方に移動しました。まあ、自由席だったらねこういった移動ができるっていうのは、まあ、メリットかもしれません。あそこに止まってる機関車すごいでかいですよ。日本の機関車とかとはやっぱ比較にならないぐらい大きいですね。まあ、線路の位置が低いので余計ねそう見えるのかもしれないですけども、ホームから見ると右に止まってるのは客車ですけども、今でも使われてるのかな、よくわかんないですね。アムトラックは貨物列車もね数多く、てかむしろメインが貨物列車ですから、旅客列車はねそんなに多くありません。ユーティカ駅を出発しました。ニューヨーク州も大きいですね。うわすごい、めっちゃ古そうですねこの機関車。これはさすがにもう使われてないやつでしょう。アムトラックが止まるイコールそれなりの大きな街ですからね。このユーティカで大半の方下車されましたね。車内はかなり空いてます。おはようございます。ちょっとねずっと昼寝してましたね。なんやかんやで1時間半ぐらい寝ておりまして、景色も先ほどとはずっと同じような感じです。もうあとだいたい2時間とかすればねアメリカとカナダの国境とかに着くと思います。
で、あのカナダに入国するときなんですけども、飛行機で入るときは日本人イータと呼ばれる、あのエスタみたいな車掌みたいなやつがいるんですけども、陸路で入国する場合、まあ、徒歩だったりバスとか車、まあ、今回のような鉄道とかに入国する場合はそういったのも必要ありません。本当にパスポートだけあればね、カナダに入国できるということで楽ですね。一気に街が開けてきましたけども、列車まもなくロチッサーという駅に到着します。ペンステーションを出発して7時間ぐらいが経過していますね。今ね、この列車15分ぐらい遅れて運転しています。落書きがやっぱ多いですね。はい、そんなことも言いつつロチェスターの街です。ということで列車はバッファローエクスチェンジに到着です。バッファローといえばね、なんかルーター、 Wi-Fi ルーターのイメージがあるんですけども、実はここニューヨーク州で第2の都市なんですよね。人口が27万人とかいる大きな街です。20世紀初頭まではね、産業の中心地だったんですよね。カナダとの国境の都市としても有名です。かっこいいですね、あちらの建物。本当にニューヨーク州は大きいですね。ずっとニューヨーク州走ってるわけですから。というわけでバッファローエクスチェンジに到着です。この駅で降りられる方もかなり多くいらっしゃいます。まあ、それだけ大きな大都市ということです。大きな大都市って日本語おかしいですね。列車もう間もなくするとナイアガラホールズ駅に到着します。アメリカ側のナイアガラホールズ駅ですね。今回僕が下車するのはカナダ側のナイアガラホールズ駅になります。でアメリカに関しては出国っていう、まあ制度はないので、まあ、楽なんですけども、カナダに入るとね、入国っていうことはしなければなりません。で今ね、乗務員さんがカナダまで行く人にこれ配ってました。これ何かというと、カナダへのアライバルカードになります。これ記入しないといけないので、まあ、ボールペンぐらいで持ってた方がいいかもしれません。まあ、今回ね、僕はナイアガラホールズ駅で下車しますけども、そこから先ですね、トロントまで行くお客さんに関しても一旦カナダ側のナイアガラホールズ駅で下車することになります。停車時間がね、1時間ぐらい設けられていて、全員外に出て入国審査と税関審査通らないといけないんですよね。まあ、アメリカとカナダの国境越え、まあ、ちょっとめんどくさいですよね。まあ、EU 圏内の宣言協定内とかだったら出入国手続きっていうのはないので、とも列車乗ってるだけで勝手に国境を越えてるんですけども、まあ、ここに関してはね、そういうわけにはいきません。はい、なのでちょっとこれ書きますわ。まあでも陸路でね、国境を越えるとき日本人はいいと申請しなくていいっていうだけでもね、非常に助かる、楽なので、まあまあこれぐらい我慢して書きましょう。というわけで列車はアメリカ側のナイアガラホールズ駅に到着をいたしました。まあ、歩いて国境を越えても良かったんですけども、もうめんどくさかったんで、もう今回このままね、鉄道で国境を越えちゃいます。でアムトラックの駅間の中で、このアメリカ側のナイアガラホールズとカナダ側のナイアガラホールズってのが一番短いんですよね。もう2キロとかしか離れていないので、もちろんね、この短い区間だけでも乗車券買って乗ることはできるので、もし興味ある方はね、やってみてください。お、また電源落ちましたね。おそらく長時間停車するのかな。アムトラック長時間停車するときはこんな感じで車内の電源が落ちます。この駅やはりかなり停車時間が長かったですね。で、一つ前の号車に来たんですけども、この号車も誰も乗ってません。そういやペンステーションから乗るときに行き先を聞いて号車を開けてたんですよね。自由席なんですけども。なのでこの号車に乗ってた人はもう全員アメリカで降りた人たちってことになります。まあ、カナダまで行く人に関しては僕の乗ってる号車だけでまとめられてるって感じですね。まあ、こんな感じのシートだったんですけども、あの結構快適っていうか、めっちゃ快適でしたよ。シートピッチもね、かなり広いですし、日本のグリーン車とかと同じぐらいの広さだと思います。これだったらね、長時間乗車でも全く疲れません。停車時間長いんで外も降りれるんですけども、食堂車のところはフードサービスカーっていうような表示があるんですね。はい、こんな感じ。今超閑散期ですからね、観光シーズンとかだったらもっとね、乗車率高いと思いますけども、本日ナイアガラまで行く人はかなりお客さんとしては少なかったみたいです。
まあなんやかんや言いつつね、ニューヨークからナイアガラまで到着しましたけども、ちなみにね、このメープルリーフ号は1日1往復なんですけども、ニューヨークペンステーションとこのナイアガラホールズを結ぶエンパイアサービスっていう列車もあるんですよね。でそれも確か1日2本ぐらい設定されてたと思うので、まあ、ペンステーションからこのニューヨーク側のナイアガラホールズに関しては1日3本ぐらい列車運行されています。ただこのナイアガラホールズとナイアガラホールズ、まあ、つまり国境を越える列車は1日1本メープルリーフ号だけです。この列車の一番の見どころになります。今から渡るのがナイアガラ川。このナイアガラの川を渡るとというか渡ってる最中にカナダになります。うわーすごい絶景だわ。やっぱこう見るとすごい流れ急ですね。おーいいね。どっちかというか圧倒的にカナダ側の方がね、ナイアガラの滝観光地として有名なので栄えてるんですよね。お、カナダの国旗が見えてきました。もうすでにカナダに入っています。あれラマダホテルかな、アイホップのロゴもありますね。これにて国境越えが完了しました。ペンステーションから長時間乗ってきましたけども、列車はまもなくカナダのナイアガラホールズ駅に到着します。駅舎はね、確か進行方向左側になるのでこっち側ですね。到着です。よし、では降ります。カナダのオンタリオ州になります。というわけで下車いたしました。階段使って降りるって感じでしたね。ホームの高さがかなり低いです。 VIA のナイアガラホールズ駅になります。ではこのまま入国です。カナダ入国するのは僕2014年以来なんで8、9年ぶりかとかの入国ですね。まあ僕トロントは行ったことなくてバンクーバーしかないのでこの辺り来るのは初めてです。めっちゃ寒い。では行きましょう。というわけでカナダ入国いたしました。カナダに入った瞬間ね、フランス語が公用語になってくるので英語とフランス語2つの表記に変わります。はい、というわけでめっちゃ風強くてめっちゃ寒いんですけども、こちらがねカナダ側のナイアガラホールズ駅になります。レンガ造りの駅舎でなかなか立派ですね。で今現在無人駅なんですけども、入国管理官とかはいるのでこの辺りの治安はかなりいいです。でナイアガラの滝の、一番 の, その観光地からはここ離れてて5キロから3キロぐらい離れてるんですよね。町外れにナイアガラホールズ駅っていうのはあります。はい、というわけで今回なんですけども、この動画はここまでです。アムトラック使いましてニューヨークペンステーションからカナダのナイアガラホールズまで移動してきました。料金がですね今回78ドルとかなんでかなり安く移動できてると思います。飛行機使うとねもう少し料金すると思います。LCC 使うとさすがにもう少し安いですけど、こんな感じで鉄道で、ゆったりとアメリカのね
大地を見ながら移動するっていうのもありだと思うので、ぜひ皆さんね、興味ある方はやってみてください。というわけで今回ね、この辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。